はい、皆さんこんにちは。今日はライトバー、まあ新しいものに交換する続きです。で、古いものを横のブラケット取り外して今ここに置いてあります。まだ配線はつながってる横のブラケット、まあ、これが古い方、まあ、結構錆びてます。これから、まあ、こちらに変更するとバギー用のライトバーブラケット、とりあえず3点穴を開けて、まあ、若干、まあ、左右に歪んでいたものを、まあ、真っすぐに戻しました、まあ、これがベースで、新しいライトバーがこれ、一度分解をして表面のメッキの部分削って真っ黒にしました。やはり黒い方が見た目もいいです。で、横のブラケット、もともとついていたものがこれで、まあ、これに変更するんで長さが全然違うと、まあ、取り付けはいいんですけども、ここがライトバーの横ね、つながるところで、これだけ湾曲してると、まあ、同じように曲げれば取り付けが可能だとは思います。なのでこちらがいいかな。まあ、先端の方をね、少しだけこのように曲げると、まっすぐ曲げた時に元の塗装が、まあ、やはり割れました。なので、まあ、この塗装は一回剥がして新しく塗り直します。古いブラケット、まあ、これを固定していた跡がここに残ってる。ライトバー、まあ、取り付くところね、同じようになるように新しいブラケット、まあ、2点で固定しました。まあ、この位置で2枚を重ねて位置を合わせて新しいブラケットを曲げると、一応黒いマジックで線を引きました。重ねておいて曲げるところは、まあ、この辺ですね。古いライトバー取り外して新しいライトバーの横に置きました。まあ、左がカーベルの古い方、まあ、こちらの方がやはり頑丈に作られてる。で、新しいライトバー、まあ、上に重ねてみたんですが、若干長さが短いんですよね、こっちの方が。なので、まあ、この角度で曲げても取り付けができませんでした。で、これ紙ですけども、一旦これで型を取って、まあ、最終的に先端の方をね、2回折り曲げる形でブラケットを曲げたと。これも曲がってます。こっちが左でこっちが右用です。こんな感じね。まあ、この簡易的なバイス、まあこれちっちゃいんで、これ挟んでも曲げることはできないということで、まあ、場所をお借りしてバイスで挟んで、あとプラハンで叩いてこのように曲げました。塗装を剥がすのにはサンドブラスターという機械を使いました。細かい砂の粒、まあ、エアーと一緒に混ぜて吹きつけると、まあ、本来はこういうサビを落とすものですけども、まあ、塗装も剥がれるので全面かけて洗浄して乾かして、これね、ラストオリウム、耐摩耗性、あと耐スリップ性など、まあ、そういう効果が得られます。まあ、検索をして、まあ、調べてみてください。これでブラケット、まあ、さっとつけます。前と同じように3点で固定をすると。まあ、ギリギリこの三角のブラケットに合うように曲げてます。
で、ライトバーの下から配線が出てると。で、ブラケットにも当たってないです。このまま中を通してこの辺に、まあ、コネクターがあるので、まあ、つなげればもう点灯は可能です。今正面に立ってますが明るいですね。で、湾曲しているのでこのまま横にずれれば端の方も光が見えると。センター7割ぐらいが、まあ、スポットで端が広角と。なのでレンズがギザギザしている。ルーフトップテントのフレームの黒とよく合ってます。ブラケット若干上の方、外側に曲げてます。なので、まあ、干渉することはないです。まあ、高さは変わりません。で、奥行きが短いんでここの隙間がもう少し取れました。で、下も空いてます。もともとついていたブラケットが、まあ、あれも適当なものをカットして使っていたので、まあ、結構ちっちゃかったんですよね。まあ、フレームに対してこちらの方がバランスがいい。横のワークライトも黒いものを選んだので統一感があると。明るさに関しては、まあ、別の動画で撮ろうかなと。まあ、同じ288Wです。まあ、こちらのレンズがもう曇っているので、まあ、正確ではないですけども、こちらよりも明るくないとおかしいですよね。まあ、登山か釣りを行った帰り、まあ、夜迷惑がかからないところで検証はします。ライトバー購入から、まあ、取り付けまでだいぶ時間がかかりましたが、まあ、一手間加えて良かったです。多くの人は、まあ、ライトバー、まあ、必要ではないと思いますが、私の場合は、まあ、登山に行って夜間走行するのに、まあ、必要になると。まあ、こういうものもあるということで参考にしてください。今日はこれで終わりにします。次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。また会おう。